人差し指がここで、中指が。初心者でもコピーできそうなスコアを持ってきたんだ。まずはこれやってみないか。スコアって？楽譜のことだよ。ほらこれ見てくれ。あ、私この曲知ってる。私も知ってる。よかった、みんな知ってる曲なら練習しやすいと思って選んできたからな。それじゃあこの曲からやってみよう。これが私たちがやる最初の曲になるのか。いやなんかバンドって感じになってきたね。そういえばバンド名ってどうする？このままだとひーちゃんバンドになっちゃうよ。それは嫌だな。まあ確かにもうちょっとかっこいいのがいいな。何がいいかな。私こういうのってセンスなくて。 RMHTT は一人一人の頭文字を取ってさ。決まりはもうバンド名考えちゃダメ。へえ、ひどいよ。なんかさ、かっこいい英単語とか探してみない？それっぽいやつ。電子辞書ならカバンにあったような。それじゃあみんなでそれっぽい単語探してみるか。みんな、なんか見つけた？ウルトラバイオレット。意味は？紫外線。これはストラトスフィア。意味は成層圏。オムニス、すべて万物。かっこいいけど、なんか最強すぎない？やっぱりかっこいいだけの単語だとピンとこないかも。ちゃんと意味のある言葉じゃないとさ。確かにバンド名は紫外線ですって言っても、私たち自身よくわかんないしな。一言で私たちってわかる言葉か。夕焼け。夕焼けはどう？私たちが練習するのはいつも放課後、夕方でしょ？それにほら。おー、綺麗な夕焼け。確かにここから見る夕焼けって綺麗でいいかも。バンド名に夕焼けって言葉を入れたらさ、きっといつでも今日のことを思い出せると思う。いいね、夕焼け。英語にすると、辞書によるとなんかいろんな言い方があるっぽいね。サンセット、イブニング、アフターグロー。アフターグローはどうだろう。アフターグロウ、いいんじゃない？うん、いいと思う。決まり、私たちのバンド名はアフターグロウだ。うん、アフターグロウ、私たちの大事なものできたね。もし私たちが喧嘩したとしても、きっと夕焼けを見て今日のことを思い出したら仲直りできるような気がする。夕日を見れば思い出す。なんかかっこよくない？っていうか、私たちは喧嘩なんかしないって。だってこんなに仲良しなんだもん。そうだな、この夕日は私たちの友情の証ってことで。うん、これからは私たち前よりももっともっと一緒だね。モカちゃんは幸せに暮らしましたとさ。めで
けど、実際自分たちのことながらいい話だなこれ。